しました。で一応ワンピッチ3回とりあえず基本的に入れてもらってちょっと待つで当たらなかったらもう1回ずつ戻るっていう感じなんですけど、まあちょっと明るい時間なんでそこをメイン、本当に1メーター、2メーターの間ぐらい、1メーターぐらいかな、その間だけでやるって感じになるんですけど、どっちかというと敵がちょっと動いて潮に流れていくっていう感じで、イメージ的に敵が泳いでるみたいなイメージをさせるような感じですね。でたまに引いてあげる、カリスの長さ分敵が動いてるんですけど、痛めたらほどトスっていうあたりが効きにくいんで、たまにこうやって引いてあげる、結構これ大事。この状況では重りはちゃんと尻尾になってるんですけど、エギンをこうやって一つずつ突き出して取り入れます。はい、乗りました、はい、今はどっちかというと潮に流して泳がせてるんです。バットが残るんで、ちゃんと重り自体がこうやって動いて、それに陰が追従してくるような。ああ、また来てしまいました。ちょうどいい動きの後に必ず写真いきます。いきますよね。それだけちゃんと陰が動いてるって証拠なんで、上げてくる時もやっぱりバットが残るんで、大きいイカの普通な突っ込みとかもね、やりやすいし、ソリッド部分はもうずっと曲がってこう曲がってこうとしてくれるんで、握れも増えてくる。今行けます。はい、確定しました。でこれ今から510短い方のロットに変えます。細かく手をちょっとずつ横に動かすので、あとはこういう叩き上げと叩き下げ、叩きに関してはその棚に置くときに使った方が有効だと思います。もう何メーター、船長さんが言ったような水深が分かっているようなら、こういう釣りがすごく有効だと思います。それ以外は基本的にバックでロングホール、どちらかというとかけシリーズは小当たりがすごく出やすくなるので、持ってってゆっくり合わせるというよりもポンってきた瞬間にパッとかけてしまって巻き始めるみたいな。でロットが短いんでやっぱりこうやって基本的にすごいアクションがつきやすい竿になってるんで、遊漁船さんとかで周りに人がいっぱいおったら自分だけちょっとアクション多めに入れるとか、そういう時には結構有効だと思います。ちょっと当たりはちっちゃかったですけど、やっぱりスタンソリッドは細かいところに出やすいですね。もう多分触った瞬間にかけれたのか。いや、ちょっとちっちゃいけど、こっちが狙い通りだ。カーボンドリップはちょっとこれね、
まあ、柿シリーズ使ってたんですけど、結構皆さん連れ出して、ちょっと釣れたかなって感じになってきたんで、まあ、これ、のせシリーズの610の方を使って、ちょっと角の内釣りをして、釣れたいかを攻略していこうかなと思います。サイズ狙いしたいんで、重り目に戻します。ちょっと意味もさっきより大きめにします。こちらが今回のロッドになります。まずはこのスピニングモデル S67 のフルソリッド、オムリング専用モデルになります。でカーボンフルソリッド使ってて、あの柔軟に曲がるんですけど、バットにもしっかり張りがあってアクションもつきやすい、で身入れも防いでくれると思います。で次にこの C510、 これはチタン小崎使っているモデルになりますが、結構先調子なので掛け重視、積極的にイカをかけていくロッドになります。でこれが C610、 これもチタントップになるんですけど、これはどっちかというと乗せ調子になるので、まあ、大体15号前後の手を使ってやってもらえればいいかなと思います。でこのチタントップモデルに関しては、両方ともチタンフレームのトルダイトリングが使われておりまして、軽量化に貢献しております。あの長い間やっても疲れにくいですし、繊細なゲームも楽しめると思います。皆さんもぜひ使ってみてください。